ウソップと決闘し、決別を告げたルフィたちはゴーイングメリー号を明け渡し、宿屋で過ごすことになった。そこへさらに不穏な知らせが一味にもたらされる。チョッパーと行動を共にしていたロビンが行方不明になったのだという。変な奴に話しかけられていなくなっちまったんだ。ごめんよ、俺が目を離したから。そんな中、突如として事件が発生。ウォーターセブン市長アイスバーグが何者かの襲撃を受けたのだ。アイスバーグさんを襲った犯人の一人はニコ・ロビンだ。お前らの仲間だろうが。アイスバーグの証言により、ロビンは暗殺未遂の容疑をかけられ、一味はガレーラカンパニーの職人たちの襲撃を受ける。一方、フランキー一家を束ねる棟梁フランキーはルフィたちに子分をやられた怒りに燃え、一味への復讐を企てていた。次こそ消してやるさ。さすがは一億の首、なかなか骨がある。さまざまな思惑が渦巻く中、ルフィたちは事件の真相をつかむべく姿をくらましたロビンの行方を追うことに決める。俺は信じねえ。本当のことが知りてロビンを捕まえるんだ。オーダー受けたまりました。まったく、市長襲撃なんて濡れ衣もいいとこだ。早くロビンちゃんを見つけねえとな。クンクン。ん？どうしたチョッパ。ロビンちゃん。ロビン。どこにいたんだよ。探したんだぞ。みんな心配してる。一緒に帰ろう。いいえ、私はもうあなたたちのところへは戻らないわ。ここでお別れよ、この町で。何言い出すんだよロビンちゃん。ああそうか、新聞のことだろう。気にすることねえよ。俺たちは誰一人信じちゃいねえし、濡れ衣なんざ海賊にはよくあることだ。そうね、あなたたちにはいわれのない罪をかぶせて悪かったわ。だけど私にとっては偽りのない記事よ。昨夜市長の屋敷に侵入したのは確かに私。え？私にはあなたたちの知らない闇がある。闇はいつかあなたたちを滅ぼすわ。ロビンちゃん、何言ってんのかわからねえよ。ロビン、一緒に帰ろう。みんなにもよろしく伝えてね。こんな私に今までよくしてくれてありがとう。さよなら。ちょっと待てよロビンちゃん、冗談やめろ。ロビン、さっきロビンちゃんが言ったこと、ルフィたちに伝えに行くぞ。ガレーラの職人どもがうようよしてやがる。集まった方がいい。ロビンは俺たちが嫌いになったのかな。チョッパー、一つ覚えとけ。女の嘘は許すのが男だ。
いつらがアイスバーグさんを襲った一味か。嘘ね。見逃してくれる雰囲気じゃねえ。ロビンちゃんを探さなきゃいけねえのに。アイスバーグ様、麦わらの一味め。ロビンを捕まえるんだ。何もわからねえ。トリレボールコートレットセルフォアトリーヌ、くたばれエクストラアッシュ。ロビン本人が認めてんだ。あいつがアイスバーグを襲ったのは間違いない。なら、ロビンはもう一度アイスバーグ、そこを捕まえるぞ。トリレボールコートレットセル、トリレボールコートレットセル。情報が町中に広がってる。むやみに動くわけにはいかねえ。ディエルシュート。トリレボールコートレットセル、ジャンプ。造船ドックの方はまだ静かだ。あそこで情報を集めてみよう。麦わらの海ってのはどこだ。おい、トリレボールタッチ、トリレボールコートレット、スポット。フランキー、あいつがウソップをやったやつか。トリレボールコートレット、エカールリーってな。トリレボールコートレット、えらく大暴れしてくれるぐらいの。お前がフランキー、俺はお前をぶっ飛ばさねえと気が済まねえ。トリレボールコートレット、セルちゃん、トリレボールコートレット、セル。おい、造船ドックの方が騒がしいぞ。人を集めろ。トリレボールコートレット、セル。ワトリ1号、これじゃ情報を集めるどころじゃねえ。やれら簡単に乗り込むしかねえか。トリレボールコートレット、いきなり乗り込むには守りが硬すぎる。騒ぎを起こして職人たちを引きつけるんだ。フランキーとかいう野郎がやったみてえに、目立つものを破壊すれば注意を引ける。この調子で騒ぎを起こすんだ。トリレボールコートレットセル、アキエブリ、トリレボールコートレット、トリレボールコートレットセル、トリレボールコートレットセル、アキエブリ、トリレボールコートレットセル、トリレボールコートレットセル、トアドレイル。
他に前の守りが薄くなってきたな。トリエボールコートレットセーブ、フォワードリーグ1号フォワードリーグ1号エクストラ発進、トリエボールコートレットセーブ、セーブジョン、トリエボールコートレットセーブ、フォワードリーグ1号コノッキトリエボールコートレットセーブ、トリエボールコートレットセーブ、トリエボールコートレットセーブ、トリエボールトリエボールコートレットセーブ、トリエボールジョン、トリエボールコートレットセーブ、フォワードリーグ1号ドア、トリエボールコートレットセーブ、トリエボールコートレットセーブ、あれエクストラ発進、トリエボールコートレットセーブ、これはまっすぐ行く、トリエボールコートレットセーブ、フォワードリーグ1号。おいルフィ、こうなったらとことんやってやるか。トリエボールコートレットセーブ、フォワードリーグ1号ゴーゴー、トリエボールコートレットセーブ、トリエボールコートレットセーブ、作戦なんて聞いてくれないわよね。私たちだけでも敵の注意を引きましょう。騒ぎを起こせばいいんだな。ロビンのためにもう頑張るぞ。死んでもここは通さねえぞ。トリエボール、邪魔すんな、ストラ発進、応援に来たぞ、キリがねえ。トリエボールコートレットセーブ、フォワードリーグエスクション、ここで止めろ、抜かれたらガレーラの恥だぞ、取り返し、トリエボールコートレットセーブ、エスクション外の分地は汚れちまったのか。そうだったら俺たちが食い止めるしかねえ。ロビンはあの中か、突っ込むぞお前ら、トリエボールコートレットセール、あれエクストラ発進、トリエボールコートレット、トリエボールコートレット、スパットリエボールコートレットセール、フォワードリー、ニコ・ロビン、もう一度お前に会いたかった。お前が世界を滅ぼす前に、今世界中でポーネグリフを解読できるのはお前一人、世界で唯一古代兵器を復活させれる存在がお前だ。なぜあなたがポーネグリフの存在を、それに兵器のことまで。俺は古代兵器プルトンの設計図を持っている。そんなことも知らずに奴らに協力しているとは呆れたな。あなたは私の何を知っているの。世界政府の手で私の人生がどれほど狂わされたか。それほど嫌う政府にじゃなぜ加担する。全てを捨てても叶えたい願いがあるからよ。願い？お前の願いってのは。私を除く麦わらの一味の6人が無事にこの島を出港すること。そのためなら兵器も呼び起こし、世界がどうなろうと構われってのか。構わない。古代兵器プルトンの設計図、そのありか、多くの犠牲が出る前にお話しください、アイスバーグさん。な、お前ら政府の人間だったのか。そう、
我々はサイファーポールナンバーナイン、潜伏など造作もない任務。しかしこの件に費やす時間もリミットを迎えました。話を続けましょう。設計図の在りかについて、実は我々には一つの仮説があります。思慮深いあなたは自分が殺される可能性を考えて、設計図が所有者を失わないよう誰かに託した可能性が高い。ここで興味深い事実がある。かつてこの島にはトムという名の伝説の船大工がいて、弟子を二人取っていた。兄弟子はあなたで、弟弟子はカーティ・フラムという男だ。しかしその男はすでに事故で死んでいるはずだった。だが弟弟子は生きていた。フランキーと名を変えて、設計図を託した相手が唯一の弟弟子なら我々も納得できる。あくまで仮説だったが、あなたのその反応がそれを的中だと告げた。うりゃあ、ロビン、やっと見つけたぞ。邪魔を。麦わらのルフィ、わざわざ罪をかぶりに来てくれたのか。お前、船大工の。わけわかんねえが、ロビンを返せ。悪いが我々は急いでいる。ブルーノ、相手をしろ。CP9 は物心ついた時に政府のために命を使う覚悟と人体の限界を超えるための訓練を受けてきた。世界政府の重要任務を任される我々と、たかだか一海賊団のお前たちでは戦闘力が違う。我々はこれから重要人物を探さなければならない。だがせっかくだ、最後に面白いものを見せようか。猫猫の実、モデルレオパルド。島の外まで飛べ。行くぞ。アイスバーグの弟弟子フランキーの、いや、カティ・フラムの持つ設計図を奪いに。ほほー、